もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。今回は逮捕歴がある芸能人20人をまとめました。最後までご視聴よろしくお願いします。バンドラッツ&スターでテナーボーカルを担当していた田代正史さん、言葉のセンスがありダジャレの帝王と呼ばれていました。そんな田代正史さんは盗撮容疑、軽犯罪法違反容疑、銃刀法違反、覚醒剤取締法違反で4度の逮捕歴があります。その後薬物依存症リハビリ施設ダルクでスタッフとして勤めており、2014年に出所されてからこの施設でリハビリを続けていましたが、2019年11月6日またもや覚醒剤所持で現行犯逮捕されています。芸能界に復帰される気持ちはないようですが、支えてくれた人たちを安心させてあげられるようにこれからは地道に頑張ってほしいです。続いては芸人そしてタレントとしての顔も持ち、テレビだけにとどまらずラジオなどの司会としても活躍した千田光男さん。小学3年生の時舞台「人形の家」で子役デビューして以来60年以上にわたり芸能界で活動しています。そんな千田光男さんは2000年東京千代田区で千田さんが運転する車が東京都千代田区皇居外苑の二重橋交差点で信号待ちをしていた乗用車に追突したそうですが、千田さんがそのまま止まらずに事故現場から逃走したことから、ぶつけられた会社員の男性は千田さんを追いかけ約600メートル離れた路上で千田さんを取り押さえました。その後千田さんは警視庁丸の内警察署交通課によって業務上過失致傷及び道路交通法違反で現行犯逮捕されると、同署の取り調べに対し逃げるつもりはなかった、安全なところまで車を移動させただけだと供述したそうですが、明らかに飲酒している状態だったそうで、送検時には道交法違反の容疑も追加されました。70代の現在もバラエティ番組などで元気な姿を見せており、まだまだこれからも現役での活躍を期待されています。続いては映画やドラマ、時代劇、バラエティ番組で活躍していた歌舞伎役者市川猿之助さん。大河ドラマ「風林火山」では武田晴信役を演じ、テレビドラマ初出演を果たしました。そんな市川猿之助さんは2023年5月18日一家心中を図り、両親が他界、自身も未遂を起こし逮捕されました。7月末交流先の警視庁原宿署から保釈され、東京都心にある有名大学病院に入院。8月31日には女性セブンが入院していた都内の大学病院を退院し、外出する姿をキャッチしています。初公判は10月20日に東京地裁で行われる予定です。続いては1983年テレビドラマ「不揃いのリンゴたち」に出演され、一躍清純派女優として人気を博した石原真理子さん。安全地帯の玉置浩二さんとの不倫が発覚し何かとお騒がせでしたが、1995年に芸能活動を休業しアメリカの大学に留学されると、現地で知り合った A さんにストーカー行為を受けたと訴えられて逮捕され、その知人 B さんにもストーカー行為を受けたと訴えられました。また2017年7月18日に万引きの容疑で書類送検され、現在は表舞台では活動していませんがブログで日々のことを綴っているようです。続いては1992年に放映されたテレビ CM「フィニッシュ講話」で歌手の小金沢くんとして取り上げられたことでブレイクした小金沢昭治さん。演歌歌手生活30周年を超えて活動してきましたが、2020年11月酒気帯び運転の容疑で逮捕されました。しかしその後の調査で不起訴処分となったことが明らかになりました。なぜ不起訴となったのかについては理由を明らかにしていません。現在はベストセレクションの CD を出してはいるものの、まだ活動自粛中となっています。続いては
1990年代のバブル時代に活躍した芳賀健二さん、当時の恋人であった梅宮アンナさんとのペアヌード写真集の販売、また交際に対する記者会見にて誠意を持って、誠意を示してなど、誠意という単語を連発したため、誠意大将軍と世間から呼ばれるなど、数々の話題で世間を賑わせていました。2013年、未公開株売買をめぐる詐欺などの罪に問われ、懲役6年の判決が確定。被害者が起こした訴訟で2017年賠償命令が確定しました。一度は出所したものの、服役中の2020年には逮捕された偽装譲渡事件で刑が確定し、再度服役。2023年には5日間限定でホストデビューを果たし、現在自身の YouTube チャンネルやインスタといった SNS でも日々の活動を発信しています。続いては俳優歌手の岩城滉一さん。1975年に映画出演をしてデビューし、数々の映画ドラマに出演をしています。今でこそちょい悪なかっこいい親父というイメージがありますが、1977年には覚醒剤取締法と銃刀法違反で逮捕されています。この時の覚醒剤は暴力団から買ったそうです。さらに執行猶予の判決後にインタビューを受けた時には、シャブを打って何が悪いと全く反省する素振りを見せなかったそうです。続いてはミュージシャンの尾崎豊さん。15の夜、I Love You など代表曲があり、斉藤由貴さんとの不倫など26年間の人生で数々の功績を残されています。1987年に覚醒剤取締法違反で逮捕され、その後も音楽活動を続けますが、覚醒剤を断ち切ることはできなかったようで、覚醒剤中毒による肺水腫で亡くなっています。続いては歌手の克実茂さん。霧の中のジョニーやさすらいなどのヒット曲があり、紅白歌合戦にも出場経験があります。人気が低迷してきた頃に、克実さんは妻子がいたにもかかわらず、ホステスに独身だと偽って貢がせていました。ホステスと偽装結婚までしましたが、妻子がいることを知られ、全部バラしてやると脅された結果、自分の芸能活動の妨げになると思い、そのホステスを1976年に殺害してしまいました。殺人罪で逮捕され、懲役10年の有罪判決を受けています。続いては子連れ狼の大五郎役で人気になった子役の西川和孝さん。高校卒業後は芸能界を引退しています。事業がうまくいかず、金銭トラブルを抱えることになります。その後、新潟県白根市の市議会議員になりますが、女性問題や金銭トラブルで政界を引退。その後、1999年11月に知人の金融業者を殺害し、550万円を奪った罪で逮捕され、無期懲役の罪で収監されています。続いては今や芸能界でお笑いビッグ3の一人とされ、映画監督としても世界的評価の高いビートたけしさん。1986年12月9日講談社の写真週刊誌フライデー編集部にビートたけしさんとたけし軍団の11人が押しかけ、傘や消火器などで編集部員を殴るなど暴行を加えたとして、住居侵入、器物損壊、暴行の容疑で現行犯逮捕されました。この逮捕で懲役6ヶ月執行猶予2年の判決を受けていますが、逮捕から判決までの約半年間は芸能活動を自粛しています。続いては元インドネシア大統領第三夫人であるデヴィ夫人。日本ではタレントとして活躍し、元大統領夫人らしからぬ体を張って世の中を楽しませてくれています。1992年にアメリカのスキーリゾート地で第4代フィリピン大統領の孫娘の顔をシャンパングラスで殴り、相手の顔に37針の傷を負わせ、傷害罪で逮捕されています。禁錮60日、罰金700ドルの実刑判決が出ています。そして最近では慈善団体から1700万円を持ち逃げしていたという報道がありました。続いては元 SMAP のメンバー
稲垣吾郎さん、2001年レンタルショップにビデオを返却するために渋谷区内の駐車禁止の路上に乗用車を止めていた稲垣吾郎さん、車に戻ってきたところで取り締まり中の警察に免許証の提示を求めるもこれに応じず制止を振り切って車を急発進しました。その際に女性警官一人の膝に接触させて怪我を負わせたとして公務執行妨害と道路交通法違反で現行犯逮捕されました。事件に悪質さは見られず逃亡の意思はなかったという知見の判断により公務執行妨害と傷害の起訴を見送られ同年9月21日に起訴猶予処分となりました。その後約5ヶ月間にわたる芸能活動自粛後復帰となりました。続いてはモノマネタレントの清水明さん。1981年にルーレットの賭博容疑で逮捕されています。この時清水さんは友人とルーレット大会を開いていただけと言い張り最終的には不起訴処分となっています。続いては歌手でタレントの美川憲一さん。柳瀬ブルースやサソリ座の女といったヒット曲で知られておりあまり公にはなっておらず情報が数少ないのですが実は2回逮捕されています。1回目は1977年に大麻取締法違反の疑いで逮捕されています。この時は起訴猶予処分になっていますが1984年に再び大麻取締法違反で逮捕され執行猶予3年の判決を受けています。続いてはチャゲ&アスカのメインボーカルとして数々のヒット曲をこの世に生み出してきたアスカことアスカリョウさん。2014年5月17日に覚醒剤取締法違反の容疑で知人女性と共に逮捕されました。同年5月29日には覚醒剤取締法違反と麻薬取締法違反の疑いで再逮捕されました。さらには2016年11月28日覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。一説によると暴力団とのつながりや金銭トラブルがその背景にあったと言われています。続いては大御所俳優というイメージの里見光太郎さん。1956年に東映へ入社し数々の映画ドラマなどで活躍をされています。1965年2月に山城慎吾さんと一緒に拳銃密輸と所持により逮捕され懲役8ヶ月執行猶予3年の有罪判決を受けています。続いては俳優の萩原健一さん。ニックネームは証券で多数の映画ドラマに出演をされています。1980年に女優の石田あゆみさんと結婚をしたものの1984年に離婚されています。その間の1983年に大麻の不法所持で逮捕されてその後1年間は芸能活動を休止しています。2005年7月にテレビ番組内で大麻解禁にしましょうかと発言し厚生労働省から注意を受けたということもありました。萩原健一さんは大麻所持以外にも飲酒運転をして人身事故を起こして逮捕されていたり2005年には恐喝で逮捕されています。続いてはお笑いタレントの板尾創路さん。壇蜜さんの主演映画私の奴隷になりなさいでは映画俳優として共演をしたり年末のダウンタウンの笑ってはいけないシリーズでは毎回出演をしています。1994年に当時14歳だった少女とみだらな行為をしたとして青少年保護条例違反容疑で逮捕されています。この少女が自分は18歳以上だと偽っていたことやダウンタウンの松本人志さんの尽力もあって芸能界を引退することなく年内の謹慎だけで済んでいます。続いてはお笑いタレントの江頭2時50分さん。本名は江頭秀治さんで芸名の由来は深夜ラジオ番組内の2時50分台のコーナーで路上の麻薬売人と思われるような人らにインタビューをするという中継を担当していたところから江頭2時50分となりました。1996年テレビ東京のバラエティ番組ザ・道場破りの企画の一環としてトルコ共和国で行われるオイルレスリングの試合の前座として
リング内に乱入した江頭さん、自分の持ち芸がかなり受けたため次第にエスカレートし、しまいには全裸になって肛門にでんでん太鼓を刺して逆立ちするなどのパフォーマンスを披露しました。その結果、トルコ警察に身柄を拘束され、わいせつ物陳列罪で逮捕されることとなり、その後は罰金刑のみで釈放されました。この件が原因でしばらくテレビ東京は出禁となりましたが、2008年1月にテレビ東京で放送されたプロレス番組ドハッスルに出演し、テレビ東京の番組出演復帰を果たしました。いかがだったでしょうか？意外な人物はいらっしゃいましたか？今回は逮捕歴がある芸能人20人をご紹介しました。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。